PSR とは、そして誰でも簡単に調べられる方法を伝授。米国株式投資家必須の数値。PSR とは、PSR とは、プライスセールスレシオの略。株価売上倍率と訳される。時価総額を年間売上で割って算出。新興企業同士の株価水準を判断する場合に使用されることが多い。PSR が低いほど株価が割安と判断することができる。調べたい企業のティッカーシンボルと PSR を Google の検索窓口に打ち込んで検索します。ここでは Uber を例に使用します。検索結果にブルームバーグマーケッツのホームページのリンクが出たらそこをクリックします。このようにブルームバーグのホームページの Uber の分析ページが開きます。チャートの右下の方に株価売上倍率 PSR と書いた箇所があります。それが PSR の数値です。Uber は 7.10 ということになります。簡単でしょう。